レイ大生カップル神隠し事件が起こった2009年、適当雑誌真相バックスが2009年爆笑 DVD をリリース。やたまるさんが撮ったと思われるこのガラケー動画はさておき、この潜入ルポは怪しい点多すぎ。皆さん気づきました？拒否の意思を感じます。例えばこのシーン。え、なんで、どうして、つかない。消えた時にパチって言ってるの分かります。なのになんで、どうして、つかない、つかない。あ、落ち着いて。つけようとしてるはずなのにパチパチ音全くなし。拒否感が強いようですね。あかり、どうですか。ついた。絶対やってるな。やっぱりちょっと拒否感が強いようですね。さらに、まずいですね、これは。何ですかこれ。そうか、そういうことか。何なんですか。結界なんでモザイク。お前ら養生テープで作っただろ。見えてる見えてる。ああ、もう濁ってますね。あとそれスポドリだろ。かぶってるようですね。ということで恒例オチです。偽物さんシリーズ第4弾、霊界中紳士イルカさんに詳しい話を聞いてみよう。しかしイルカさんの情報はネット上でほぼ見つからず、SNS の更新は2009年9月を最後に途絶えている。メディア出演歴もこの DVD 一件のみ。バックス出版にコンタクトを取るもガン無視くらいましたということで、イルカ特定開始、1ヶ月後特定完了。彼の携帯番号とともにすごいことも分かってしまいました。もしもし。もしもし。私、動画配信者のエンドウ豆というものですが、今お時間大丈夫ですかね。は？あの、イルカさんでいらっしゃいますか。2009年の真相バックスの DVD の件についてお話を伺いたくてですね。安定のガチャ切り。その後電話に出ることはなかったのですが、翌日、10分だけという条件で取材承諾のメッセージが到着。ということで、じゃあよろしくお願いします。今日お話をお伺いしたかったのは、イルカさんが2009年に出演した DVD の件なんですね。正直申し訳ないんですが、ちょっと感化できない点が多くて。例えば懐中電灯がいきなり消えるシーンなんですけど。あの。はい？あれ、やらせです。完全にやらせ。そうですか。いや、一緒に行った編集部の人がやりたいってことで。でも、真相バックスの DVD、真面目に見る人なんて誰もいないでしょ。ちなみに、イルカさんは今何されてるんですか？システム管理の仕事してます。会社員ってことですか？そうです。霊界通信士の活動は…あれも、編集部の人が適当につけた名前なんで、一時は俺もそれでやっていこうと思いましたけど、オカルト現象を撮りたい雑誌側に俺は乗っかっただけなんです。じゃあ、あの壁のドンもやらせですか？ああ、そうです、そうです。あれはどんな仕組みで？も
もう一人のスタッフが叩いたんじゃないですか。詳しく覚えてないですけど。でも現場は二人だったんですよね。二人って言ってましたよね。だから DVD 的には二人だけど、本当はもう一人いたんじゃないんですか。僕何回も見直したんですけど、オープニングから足音二人分なんですよ。詳しく覚えてないですよ。あの時だけイルカさんが本気で怯えてた気がしたんですが、そもそもなんであんな DVD に出たんですか。俺も後悔してますよ。出なきゃいけない理由があった。忘れました。じゃあ霊と話せるわけじゃないのに、なんであの廃旅館通ってたんですか。忘れましたね。イルカさんって霊明大なんですよね。中退されてますけど、八田丸翔さんと同級生の。ご関係は。ちょっとトイレ。ちょっと待って。